ホテルについて iPad をいじり出したムネさん。荒れてる荒れてる荒れてる、ムネさんが荒れてる。何もなってない何もなってない、ムネさん何もなってない、ムネさん。ムネグッズのご紹介です。これについてるのはなんかこう、ここに刺した紅茶の紅茶の景品、はい、アクセサリー、これも僕どっかで見たことあるんですけどね、この網網になってていろいろなものを挟めるやつをムネさん持ってますね。これなんですか、バッテリー。これバッテリーです。モバイルブースターみたいなやつですか。そうです。4700、はい、2000円。おお、はい、激安ですね、はい、これがムネさんのカメラ、そうです、 560CX560 ですね。お、ムネさんが一眼を構えてる。こんな珍しい光景はなかなか。これがさっき言ってた、はい、EOS30D なんで笑うんですか。いや、わかんないけど30D ってくるとは。何、なんか違うんですか今の。え、動画撮れないです。動画が撮れない。はい。あ、で、ISO 感度も800、1600ぐらいまでしかないですか。そうです。へえ。秋葉さんはといえばなんか、なんすかこれ。変態級ですよ。四つ口ですよ、USB。うわー、すごい。4個に分けて、また4個つけてる。そう。バッテリーも今全部切れちゃったんで、バッテリー充電して。ブレーカー落ちないですよ。大丈夫ですよ。ガッツなんか入って。あ、こういうのに SD カード入れるんですね。僕、あんまり。こういうのはあるんですか、売ってんですね。あ、売ってます、売ってます。こういうアルミでできたやつとか。うわ、俺これいいな。で、これ、あの、使ってないやつと、使ったやつはどんどん裏にしてしまっていけば。うわ、頭いい。現場の知恵だ。うわ、すごい。なんか、こういうところでなんか気づくことはありますね。あと、この中にね、こういうのに、ありとあらゆるものが入ってます。いろんなケーブルがバラバラにならないように、こうやって全部詰め込んで。全部束ねて、それぞれ入ってます。LANケーブルも、エアー繋げないんで。あー、なるほど。見えすぎかと。ビデオカメラ2台持ってきてますからね。あ、違いますよ、僕ちゃんと持ってきましたよ、3台。え、ちょっとこれが、これパナソニックでしたっけ。パナソニック700で、これが720、これがこの180。あー、いや、すごいな。3台、三脚で、これがマンフロットのミニ三脚。そうです、そうです。うわ、これ面白い。そこに面白い。今日はみんながビデオカメラを持ってくると思うから、ええ、これを持ってきたので一気に2台詰める。うわー、すげえ。同時に同時に撮れると。すごいっすね。え、これも、これ秋葉さんですか。あ、これはムネさんです。あ、これ何気にムネさんのここに、あ、ここのギズモンのやつですね。はい。なんかこれからなんかプロの現場のなんか生放送の中継がなんか始まる前みたいな感じになってますね、これ。仕事人ですね、瀬戸さんが。今日は僕 iPhone できますっていう。そうですよ、僕はもうこの iPhone と秋葉さんから借りたこのステディカムスムージーだけでこれで行くと誓ったわけです。だからもう、あの、秋葉さんがいろいろ持ってきてくれたこの装備はね、ほとんど僕にとって必要ないものに関係ないものになってしまったという、申し訳ないですね。はい、ということでこれが僕の机の上です。散らばってますね、これ。メモリーカードわざと置いたんじゃないですよ。これでも結構綺麗に掃除した方なんです。今までもっと散らかってたんですけど、やっぱね、こういうね、メモリーカードがね、やっぱ邪魔くさくて、で、使うにしてもどれが使ったのかどれが使ってないのかって分かんないんですよ。だからね、僕もあの、秋葉さん持ったやつ買いました。これです。開けるぞ、せーの、てん。これ山田電機で買いました。こういうものでございます。開けてみましょう、せーの、てん。これでございます。これエレコムのですね、メモリーカードケース、CMC05SD というものです。まあね、すごい安い、500円ぐらいのものかな。開け方はですね、ここパンとこういう感じです。閉めるときはこういう感じ、開いちゃったりしません。ちゃんときつく閉まります。こういう感じです。じゃあ早速入れてみることにしましょう。はい、それではいきますよ、せーの、どうぞ。自分はい、こんな感じでございます。で、使ったものは裏返すっていうね、秋葉さんのその現場の知恵をですね、いただきましてですね、これから僕これでやっていきたいと思います。これならね、もうこれで閉じて終わり、再行くぞって、これでいけるわけですよね。いいですね。はい、というわけでこちら SD カードケース、これね、580円とかだと思うんですけど、こういうね、ちょっとしたものがあるだけで随分普段の自分のこうやり方が便利になったりするんですよね。あと秋葉さんなんかね、こう使ったものを裏返すとかね、あの、まあみんなやってると思うんですけど、僕知らなかった、あ、そういうのはそうすればいいなと、便利だなと、
そういう現場の知恵なんかもね、皆さんから盗むことができてですね、もうね、やっぱこう交流するとね、そういうちょっとしたね、気づきっていうのが多いですから、皆さんもよかったらね、みんなで集まってこう、ね、泊まってみたりすると新たな発見があるのかもしれないと。宗さんがね、ちょっとほにゃほにゃだとかね、秋葉さんがちょっとほにゃほにゃだとかね、ここで言えないようなね何もないですけど、まあね、いろんなものが見えてくると。裸の付き合いをするとね、分かることがね、あるんだよ。以上、バイバイ、ではまたー、バイバイ、バイバイ。